皆さんこんばんは、夜間くんでございます。この度ですね、9月30日で夜間とアイドルは無事に2周年を迎えました。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。本当にね、でこれから3年目を、頑張っていくという中で、先日ちょっとお伝えしました10月28日の月曜日に行われる公開収録の情報をついに全貌を発表したいと思います。まずは気になる出演者の発表ですね。今日はプレミア公開ということで、チャットでぜひぜひ盛り上がってください。こちらの映像で発表させていただきます。どうぞ。ああ、やっぱり直接みんなの反応、声を聞けるので楽しいなって思います。でもやっぱ自分より、まあ、若い子はねいっぱいいるので、逆にちょっとお姉さんポジションっていうのがグループ内ではないので新鮮かもしれないです。まあ割とファンの人を釣っちゃうぞみたいな感じの釣り師って言われたりもします。あとは結構ライブとかのセットリストだったり構成も関わっていて、メンバー代表して意見をまとめてっていうのは担当してやってたりもします。スーパーターンストロングエナジーポジティブエキサイティングソウルフローム名古屋チームシャーチ、手羽先みどり坂本春奈です。公開収録は何度か経験したことはあります。あ、でも楽しかったですね。多分楽しかったですパフォーマンスで見せるっていう感じじゃなくて、なんかトークで見せるって感じ。いや、どう考えてもクソガキですね。はい、クソガキでやらせてもらってます。うじら水野くのスターダスト、いきなりトークさんの立川やだっちゃ、よろしくお願いします。でも公開収録だと見られながらやるっていうのがすごく新鮮だなというか、喋りながら顔とかもちゃんと可愛くしておかなきゃいけないので、意外と大変だなって思いながらやってます。 MC 担当ではあるので、回しながら軸をぶらさないように軌道修正できるように頑張ってます。どうなんでしょう、でも本当に初めてちゃんと喋るっていう方もいらっしゃると思うので、ちゃんとうまく喋れるか心配です。アメフラッシュの小島花です。どんどんお姉ちゃんたちに絡みに行ってるんですけど、ちょっと愛が重すぎるのかわかんないんですけど、最近はお姉ちゃんたちにちょっとって言われてます。でもツンデレだなって思いながら見てます。公開収録は今までないです。すごいドキドキしてます。やっぱりライブだとこっち側がパフォーマンスするっていうことがすごい大きいと思うんですけど、公開収録はもうそこにお客さんがいるので、たくさんお客さんとも話とかできたらなと思ってます。いろいろ話しましたが、公開収録って焦点みたいなものですよね。はい、うっかの若菜子春です。そうですね、やっぱりファンの皆さんがいると、そのいつもは画面の向こう側を想像している姿が実際に見れるのですごく嬉しいし、あと皆さん本当に温かいので、もう喋っててすごいニコニコしちゃいます。そうですね、なんか普段は結構大人っぽいねって言われたりすることも多かったり、まあそのみんなの前だと逆にちょっと甘えちゃう場面も最近は増えてきたんじゃないかなと思います。赤ちゃん的な存在でいられるのかなというふうには思います。ていうか痛いです。浪江女子初組合の青山菜の葉です。
メンバーと一緒にラジオだったりを何度か公開収録させていただいたことあるんですけど、グループを超えての公開収録になるのですごくワクワクしています。収録ってことを忘れて何でもかんでも話しちゃうのでしっかり気をつけたいと思います。グループのフレッシュさを役割してます。君のハートにロックオン、ちょっときめき宣伝部、ちょっときめきレモンのあきちゃんこと須田あきです。ねえ、公開収録は本当にその時の感情だったりとか、その時の空気を皆さんと一緒に楽しめるっていうのがあるので、なんかすごくライブとはまた違うけど違う楽しみ方ができるなってすごく思いますね。基本的に結構いじられるか、こう場をなんかよく言っていただけるのはムードメーカーだねみたいなのは結構他のインタビューとかでも結構言ってくれますね。なんだろう、緊張しちゃってあんま出せないかもしれないけど、でも出せるように頑張ります。私立恵比寿中学の出席番号16番、桜井優馬です。はい、というわけで出演者の発表が終わったということで、皆さんいかがでしょうか。こちら夜間がですね、キャスティング頑張りましたよ。で、この出演者を見て皆さん何か気づきましたか。どうですか。そうなんです、各グループの最年少を集めました。だからね、この VTR に出ていなかったあの子や最年少の中の最年長とも言われるあの人も何かしらでね、このイベントに関われるように現在交渉中でございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではここで、先ほど発表のあった子たちのインタビューをご覧ください。お、ついにできるんだなって思いました。結構やりたいイベントありますかとか、たまにとか最初の頃、スタプラができた頃とかはなんかアンケートがあった時に結構書いてたんですよ。ついにできるんだって思って嬉しかったです。なんか新鮮だと思う。多分私がこれ思うってことはみんな、まあ当たり前だけど新鮮なんじゃないかな。それぞれなんかここがすごい普段めっちゃ仲いいみたいなのもあんまないから、これを機に割と定期的に最年少会っていうのを開催したいなと。でそういうのをやっぱ開催しますっていうポジションじゃ今までなかったので、行く行くってついていく方だったので、率先してできるくらい仲を深めていきたいなって思います。いや、癒しの一日になりそう。なんか大変そう。大変そうだと思いました。やっぱり最年少ってことはなんか今を引っ張っていく子たちっていうんですか、なんかまあ年が一番若い分これからを引っ張っていける存在、関係、助け合う、絆、友情って感じで頑張っていきたいと思います。やっぱり最年少が集まるとわがままが集まりそうなので、仲良くわがままに頑張りたいと思います。クソガキ貫いていきたいと思います。なんかそのあんまり最年少っていう自覚がなくて、アメフラメンバー自体みんなすごいなんて言うんだろう、差がなくてみんな平等な感じだったので、あんま最年少感がなかったんですけど、多分最年少って結構はっちゃけてる子が多いイメージがあるのですごく楽しみです。その最年少あるあるというか、最年少だからこそ分かることを共有できて、みんなでちょっと最年長とかをいじり倒せたらなと思います。結構親近感が湧くかなって思ってます。私まだ結構不安とかも大きいんですけど、でも最年少だけど皆さんすごい大きな先輩なので結構頼っていきたいなって思います。本当に仲良くなりたいですね。最年少なので
スタプラの中でも最年少なので、まだちょっとお姉ちゃんたちと話せる機会とか先輩とお写真を撮らせていただく機会がないので、少しでも多くの友達を作っていきたいと思います。私結構 MC の中でも意外と喋らないというか、お姉ちゃんたちに任せちゃう部分も多いので、誰よりも喋りたいと思います。エマちゃん、桜井エマちゃんがそのスタプラ研究生、昔スタプラ研究生だったんですけど、本当になんか伝説の子というか、すごいあのかっこよくて歌も上手で何でもできてみたいな子なので、一緒に歌を歌ってみたいなというふうに思うし、なんかすごい雰囲気がホワホワしてて可愛いので、なんか一緒にホワホワペアをやりたいなって思います。その先輩方に引っ張ってもらうことも多いんですけど、最年少だからこそその明るさとかで下からその引っ張っていくっていう、その先輩にも負けないくらいの、なんかそういういい意味の負けず嫌いを出していけたらいいなというふうに思うし、その最年少らしさを深めていけたらいいなというふうに思います。なんか結構あの年下の方が多くなるのかなって思って、わお姉さんしなきゃってすごい緊張したんですけど、意外とお姉さんがいたり同世代の子がいたりしたので、もう心から楽しみたいと思います。これからも今後とも仲良くできるように、またなんか集まりがあった時はグループ最年少で写真撮ったりとか楽しめたらいいなって思います。そうですね、でも今回最年少の方々が集まったものになるので、ちょっと不安なんですけど、でも私らしくレモンパワーで頑張ります。意外と全く分かんないんですけど、勝手な想像なんですけど、最年少ってやっぱこう甘えるタイプの人多いのかなって勝手なイメージであるので、みんなで一斉に話した時にちょっとどうなるのかなっていう感じですね。そのスタプラ全体をなんか最年少だからこその雰囲気でなんかこうガツガツなんか盛り上げられるようなグループになれたらいいなっていうか、でもなんかもっともっとその公開収録終わってから終わっても仲良くなれたらいいなっていうふうに思います。ということで、改めて、いろいろな情報が出揃ったということで、この後チケット情報を発表します。チケットの発売はオフィシャル抽選選考受付期間がこのあと20時、9月30日の20時から10月8日火曜日の23時59分までとなっております。こちらは抽選となりますので、ぜひ、ご応募ください。10月28日月曜日、夜間とアイドル公開収録、おしゃべりな夜間たち。一部は、15時会場、15時半開演。二部は18時会場、18時半開演となっております。ぜひぜひ皆さん、ご応募お待ちしております。当日いろんなことができるように今ね、夜間のスタッフと、考えておりますので、楽しみにお待ちください。ではでは、これからも夜間とアイドル、どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。